来年3月の就航を目指している地域航空会社トキエアーの第1号機が今日午後新潟空港に到着しました。トキエアーの1号機が日差しを浴びて輝きながら今新潟の地に降り立ちました。機体はフランスの ATR 社製でギリシャやフィリピンなどを経由して午後3時18分に無事到着しました。トキエアは第1弾の路線として来年3月に新潟と北海道の丘珠を結ぶ路線の開設を予定しています。いや本当に無事に到着してくれたというのと、ようやくここまで来ましたというところで、さらにまだいろいろ前に進めなきゃいけないことありますけれど、そういった責任の部分ですね、これからも頑張っていくというような気持ちでおります。今日はトキエアスタッフのユニフォームも一緒にお披露目されました。